ドジャースの大谷翔平が、電撃結婚発表から一夜明けた、日本時間3月1日に取材に対応した。報道陣の質問に対しては、言わなくていい、などときっぱりと回答を控える場面もあり、ファンの間では、また好感度スーパーアップだ、などと注目を浴びている。自らの口から結婚について説明したことについては、一番は皆さんがうるさいので、しなかったらしなかったでうるさいですし、今日ここでちゃんとして、あとは野球に集中したいというのが一番です、と、苦笑いで報道陣をいじる場面もあった。言わないところは言わない、それでいいと思う。匂わせなし、慣れ初めも交際期間も言わない、ファンがいる職業してる人として鏡すぎないか。言わないことは言わない。奥さん守ってるんやな。素敵や。ファンのためにも言うべきことは言うけど、必要ないことは言わない、多くは語らない。メリハリがあっていいな。大谷が、言わないとうるさい、と言ったのはいいね。皆さんがうるさいと、はっきり言えるナイスガイ。日夜対応を取らないところは、素晴らしい。本当はすごく嫌だっただろうに、最低限のことは話し、嫌なことはきっぱり言えるのはすごいと思う。マスコミからの一問一答に、すべて答えることなく、むしろ巧みにかわす、とか、あしらっている、それなのに嫌な感じにさせないのは、さすがだと思う。大谷さんって野球だけじゃなくこういうマスコミ対応もうまいよな。だからスターじゃなくてスーパースターになれたんだろうな。オープン戦が始まって、野球に集中したいから、今のタイミングで発表は賢いと思う。メディアも、大谷さんが今年も活躍してほしいと思うのなら、この後はもう騒がない方がええと思う。野球に専念してもらうことを一番に考えるべきや。結婚とかプライベートなことは、いちいち話したくないのだろうけど、野球に集中するために、しょうがなく会見したんやろうな。お相手が気になることは気になるけど、どうかそっとしておいてあげてほしい。スーパースターではあるけど芸能人ではなく、あくまで野球選手である、というスタンスがきっちり感じられる、大谷らしい会見やったね。